教えて黒幕先生。はい、今日はね、足首の硬さを取る方法を紹介します。こういう風なソフトギムみたいな柔らかいボールがあるといいんですけど、スクワットポジションを取りながら硬い方の足首の下にボールを置きます。そしてバランスを取りながら同じようにしゃがんで起きる、しゃがんで起きる、しゃがんで起きるを繰り返しましょう。はい、じゃあやってみよう。はい、じゃあ同じようにまずしゃがんでみて、ぐっとしゃがんでみましょうか。はい、この足首の硬さを確認します。大丈夫ですか。はい、そしたらこれを下に入れますよ。下に入れてこのボールがないかのようにしゃがんでいきましょう。はい、こう、はい、10回1、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、下に止まる。ぐっ、10秒止める。ここで固有時置きというものを、刺激します。そして足首周辺が側屈っていうので使われやすくなっていくんですね。今何秒でしたっけ5、4、3、2、1。はい、ゆっくり置きましょう。そしてこれを取り外した状態でもう一回しゃがんでみましょうか。お、なんとなく違う感じは全然違う。でこういったものを使ったりとかテニスボールでもいいので、こういうふうにわざと硬い方だけこういうね、足裏のセンサーを刺激してあげるといいと思いますので、ぜひトライしてみてください。